今日は公的資格の解説をする日やね。今回はケアマネージャーについて語ろう。正式名称が介護支援専門員ですね。私も知っています。有名な資格やけど、実はまだ国家資格ではないんよね。国家資格にすればいいのにね。謎ですね。介護分野はこれからの重要職種なのに。そうやね。ただ私の知り合いにも一人しか持っている人がいなかったから、人気がないのか難しいのか。多分受験資格が厳しいからだと思います。それはあるよね。この資格の受験には5年以上の実務経験が必要で、まず国家資格に基づく実務経験という種類がある。医師、看護師、介護福祉士など20種類くらいある国家資格の実務経験が通算5年以上、かつ勤務日数が900日以上ですよね。そうやね。そして国家資格を持っていない人については、生活相談員、支援相談員、相談支援専門員などの業務で5年以上、かつ勤務日数900日以上でいける。公的資格のレベルでここまで厳しいって、この時点でもう違和感がありますけどね。ほんとそれよね。国家資格レベルの受験資格やんな。ここまでの実務経験を積んでやっと試験を受けられるだけですもんね。試験については都道府県が実施していて、マークシート形式がほとんどやけど、一応自分の都道府県の試験内容は確認しておいた方がいいよ。合格率が 10% から 20% くらいなんですよね。国家資格である介護福祉士より難しいのに、なぜ公的資格なんだ。国会議員からするとどうでもいい分野なんやろね。選挙の投票が増える分野でもないやろし。ところでケアマネージャーって取っても意味がないって聞いたことがあるんですけど、どうなんでしょう。働いている業種によると思うよ。介護に関係ない医療分野で働いているならほとんど意味はないと思う。介護領域では価値があるんですか。ケアマネージャーの知り合いが言ってたのは、給料が5万円くらい上がったらしいよ。お、それはすごい。年間60万円のプラスなら十分価値がありますね。ただ施設によって給料に反映されるところとそうでもないところがあるらしいよ。じゃあ給料に反映されるところに転職しちゃえばいいですね。それはその通りやろね。転職でもケアマネージャーを持っていると評価は高くなるらしいから、とっても無意味ということはなかろう。介護分野はこれからの時代とても重要な職種だと思うので、受験生の皆さん頑張ってください。そしていつもありがとう。私もあと30年くらいでお世話になるかもしれません。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回の動画も近日中に配信いたします。それでは次回またお会いしましょう。